取引お願いします。もちろんオッケーですよ。むふふ。この村人さん、蜘蛛の糸とエメラルドを交換してくれるんです。これはお得な取引ですよね。むっくふむっくふ。どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラー、マイクラー、やってくれー。はい、今日も元気にやっていきます。ですねー、今回は何をするのかというと、洞窟探検です。でも、その前にやりたいことがたくさんあるので、いろいろやっていきますよー。まず、一つ目は、装備です。コメントで、いつもつけてる装備、壊れそうだよー、とアドバイスいただいたんです。本当に壊れそうですねー。鉄の鎧、もう壊れる寸前です。危ない危ない。洞窟探検に行ってる途中に壊れたら、シャレになりませんからねー。あー、早くダイヤの全身装備、作りたいなー。そのためにも、洞窟探検を成功させなければいけません。もう少しこの鉄の鎧にも頑張ってもらいます。こんな感じでとりあえずはオッケーかなー。よし、これで装備はオッケー。まだまだやることがあります。前にも少し話したのですが、エンダーチェストが作りたいんです。でも、エンダーチェストを作るには、黒曜石が必要なんです。洞窟探検のついでに、洞窟から黒曜石をゲットしてきたいのですが、黒曜石は、ダイヤのツルハシじゃないとゲットできないんだよねー。なので今回は、ゼロから村の鍛冶屋さんが、ダイヤのピッケルを取引してくれないか、確認しに行きたいと思います。ダイヤツルハシ、交換してくれるといいなー。村長さんが壊れちゃったー。同じところをぐるぐると、どこか誰か止めてー、放っておきましょう。ひどい。今日は忙しいんだよねー。行ってきまーすー。あ、まだ回ってる。村長の仕事も大変だねー。さあ出発出発。まずはゼロから村に向けて、レッツゴー。ゼロから村の鍛冶屋さんのことですが、いつもおなじみのお姉の村人さんです。真面目に取引してくれるといいんだけどねー。今日はノーマルバージョンの、鍵は出す一応、うまい。今日も絶好調です。そうそう。ゼロから村のお姉の村人さんと取引するアイディアも、視聴者さんがくれたんです。本当にいつもアイディア、ありがとうだぜー。これからも、よろしくお願いします。と、そんな話をしているうちに、ゼロから村に到着です。うんうん、ゼロから村はいつもほのぼのしています。村人さんももう少し増やしたいので、村人ゾンビさん治療も、そろそろ再開したいと思います。どうもー。お、いらっしゃい。お姉の村人さんはいますかねー。あー、あっちにいたよー。ありがとうですー。お、いたいた。ねー。あら、また来たのー。今日はですねー、取引しに来たんだけど。珍しいじゃない、大歓迎よ。どんどん買っていきなさい。あ、そうだった。お姉の村人さん、ぼったくりだったんだ。なんて失礼な。緊急庫でエメラルド一つ、ひどいねー。金ってキラキラ光るじゃない。私、大好きなの。知らないよねー。ちょっと。お姉のそっくりさんの方に期待です。取引ですか？そうなんです。うんうん。ゆっくり見ていくといいよー。ありがとうですー。石炭とエメラルド、いい感じです。ありがとねー。エメラルドと鉄の斧かー。この取引をした後に、どんな取引が増えるのか気になります。取引してみましょう。お、ありがとう。いえいえ、
こちらこそですー。さて、どんな取引が増えましたかねお、鉄でエメラルド。これもいい感じです。鉄の剣か。もう一回取引したいけど、エメラルドが足りないねー。しょうがないよねー。お役に立てず、ごめんなさい。いやいや、そんなことないですよ。取引ありがとうですー。ダイヤのツルハシ、ゲットできませんでした。なけなしのダイヤで作るしかないですかねー。黒曜石のためです。仕方がありません。一回戻って、ダイヤのツルハシを作ります。さてさて、ダイヤダイヤー。またダイヤ装備が遠ざかってしまいますが、仕方ないよねー。今回の洞窟探検でまたダイヤをゲットしてくればいいんです。プラスに考えていきましょう。ツルハシだから、ダイヤ3コット。よし、これでオッケー。いつもダイヤの道具を作るときに思うのですが、緊張しますよねー。ふう、これでよし。あとはこのダイヤのツルハシ、エンチャントしていきましょう。ラピスラズリを持ってっと。いいエンチャントつくといいなー。マイクラのバージョン 1.8 になってからのエンチャント。まだ仕組みがいまいちわかっていないのですが、なんとかいいエンチャントつけたいです。よーし。いいエンチャントがつくまで、何回かやってみましょう。いいエンチャントが出るまで、石のツルハシにエンチャントしていきます。お、効率強化さん。今回はこれで手を打ちますか。よし、完成。効率強化のダイヤツルハシ。むふふ。さあ、洞窟探検に出発です。あ、村長さん。なんでさっき助けてくれなかったのー。ちょっと記憶が。都合がいいねー。で、どっか行くの？洞窟探検に行ってきますー。お土産よろしくー。無理ですー。さあ出発出発。今回行く洞窟は、前にも言った、氷の駅の近くの、湖の中にある洞窟です。まだまだ奥が深そうだったので、今回も行ってみますよー。あ、その前に、氷の村の様子を見ていきましょう。最近行ってなかったからねー。スノーウォーレムさんが無事か、心配です。お邪魔しますー。お、早速スノーウォーレムさん。元気だったー？なるほどねー。元気そうで何よりです。もう一人のスノーウォーレムさんは、と。あれ？いない？あー、いたいた。なんでこんなところに隠れているんですかー。心配したじゃないですか。確かにねー。とりあえず元気そうでよかったです。この氷の村も、そのうちもっと大きくしていきたいですねー。鎌倉作り、楽しみです。よーし。それじゃ、洞窟探検行きますかー。今回洞窟探検で狙うのは、まず、鉄鉱石、そして、ダイヤ、金、エメラルド、黒曜石、です。黒曜石は絶対にゲットしてこようと思っています。よーし、突入だー。ダイヤのツルハシを持っているので、全ロストだけはしないように行きます。相変わらず不気味な洞窟です。まだ行っていない場所の探索をしていきます。ここの下がまだ行っていないみたいだねー。行
きなりダイヤとかないかな？あ、いきなりスケルトン発見です。全然嬉しくないねー。ここから飛び降りながらの攻撃で行きますか。うおおお。消えた。バカめ、私はこっちだ。あ、そうですかー。消えー。よしよし。ここは何もなさそうです。まだ奥が続いているねー。とりあえず鉄鉱石ゲット。鉄鉱石は、ふるさとの村の整地の時に使いたいと思っています。石のツルハシじゃあんまりですからねー。そのためにも、鉄をたくさんゲットしていきます。わぁ、ちょっと、成金ゾンビさん、金のフル装備で。お姉の村人さんが見たら喜びそうです。あーっと、成金村人ゾンビさんまで。ごめんなさい。今はゾンビ治療はできないんです。ごめんなさいだぜー。ふ、